写真拡大。西武の森裕也捕手が4日、所沢市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、1億2000万円アップの年俸2億円でサインした。金額は推定。パ・リーグ MVP 捕手が大幅アップで一発サインだ。今季は正捕手として135試合に出場し、扇の要としてチームの投手陣を懸命にリード。圧倒的な破壊力を誇る西武打線の中軸に座り、打率329と打ちまくって、捕手としては史上4人目となる首位打者にも輝いた。自身初の20本塁打を達成し、打点もキャリアハイとなる105打点をマーク。全てにおいて自己最高の成績を叩き出した。森はビビりましたと驚きの表情で語った。安藤かなみ。